どうもです。つくもやよ。12月8日、今日は針供養やね。使えへんくなった針を供養して、お裁縫の上達を願ういう行事がするんやよ。特養は仏滅。新しく始めるんわけよ。義経主の法事なんかは吉とも言われとる。時間は土のと。田畑を示す影の土。形が完成して特色が目立つゆけや。十二支はうさぎやね。影の木。うさぎが土の表面に芽を出した状態を示してる。ほんでこの十巻と十二支から鬼の五行を読むと、木国土、木の根が土を締め付けるいうことで、造国、物事が順調に来へんゆけや。仏滅いうのは物を終わらせるいう意味もあるさかいにな。新しく始めるんはやめといて、要はな、今までやってきたことをちょっと収めるいう感じで過ごした方が良さそうやけんども、我らを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。